怖い。列車で降りな。すいませんの一人乗ってください。難しい。はい、じゃあ降りてください。一人降りたら乗ってください。すいません。乗ったら降りてください。はい、おっとっと入って。はい、すいません、もう一人乗ってください。お願いします。おお、すげえ上。いや、もう大丈夫です。最初の、はい、今たまたまこっちだと、あんまり向こう行ったこっち乗っちゃってください。はい、どうぞ。ちょっと狭いですけれども、お願いいたします。上にいるの？わー、すごい。上に上げときゃ途中じゃない。ゴミが置くメガネかけてらっしゃらない方は。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お待たせしました。で、今扉閉めてもらったんですけれども、その扉ですね、あの上下にベルトがついているだけで、それで押さえているだけですので、ちょっと強い力をかけると万が一っていうこともありますので、それだけはちょっと触らないようにお願いします。今持ってるパイプとかは大丈夫ですから。で、ちょっと風が微妙に吹いていますので、上で揺られる可能性があります。で、もし揺られた時はこの4本の柱にこうしがみついてもらったりとかして、体がこう揺れるのを抑えてください。おー、揺れてる揺れてる。腰の部分にも白いロープの輪っかがついてます。おー、揺れてる揺れてる。それで、なんで体がこう揺られるのを、なんでこんなことになった。はい、風が出てきたんで揺れると思います。確かに、はい、ちょっと寝たい気して上がらないかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って。吹き流しがね、こいのぼりだったら魅力なんだけど。隣の気球見てもらえば、ああいう状態ですので、起きようとします。まだ上がらないですけど、起きようとします。あったあったあった。黒の水だいたい7秒くらい。そんなに。バックドラフトどころじゃないの。髪の毛焼けるの。たまんないね。たまんないですね。これだけでもめっちゃ楽しいよ。これだけでも楽しい。ここだけ大丈夫。ここだけ大丈夫。はい、じゃあ行きますね。釣れる可能性がありますということだけ覚えておいてください。やめないんじゃない。はい、じゃあ行きまーす。溶けようとします。そうですね。高い。高い？大丈夫？怖い？怖くない？強いね。おじさん最初初めて乗った時
すごい怖かったよ。気球のパイロットって高所恐怖症の人多いんですよ。サンシャインシティとかああいう透明なガラスのエレベーターとかありますよね。絶対に外見ないです。みんな大体ボタンのところでこう閉じこまってるのが気球の人が多いっていうふうに言いますね。県だってことは奥庭の方だ。はい、埼玉県の奥庭。あ、これはあの車のホンダ株式会社か。あれあの会社が調査をしてくださってるんですよ。それなので、まあ、どこのホンダっていうよりは、あの全国的なホンダジャパンっていうので入ってきますよ。はい、じゃあゆっくり降りていきます。こちらのガスはもうなくなっちゃったので外してあります。ちょっとごめんなさい。よっしょ。すみません。おおおお、ジャンプしたジャンプした。ごめんなさいね。すみませんでした。ちょっと待ってくださいね。いつの間に降りたん。全然気がつかない。おおおお。ドア開けます。しかまだ傾いてるよ。みんな取られちゃう。すみません、一人乗ってください。時計前ですね。すみません、一人降りてください。一人降りたら一人乗ってください。すみません、ちょっと奥の方へ。はい。ここで待ってください。ここで待ってください。まだ降りない。時計前に割れます。燃料は一本交換します。はい。で、はい、ですね。大丈夫。はい、時計回りに回っていただいて、頑張ってください。そこで、まだまだ、待ってください。これで、ちょっとだけそちらに寄ってもらっていいですか。ちょっとしゃがまって。入り口の方をちょっと呼んでみます。ガス交換か。これね、ちっちゃいところから、塞い出そうとすると、今、燃料が一番。大丈夫、パパいる、パパいる。あ、お茶だ、置いてある。ん、これ置いてある、おじさんの。はい、すいません。あれ、一本抜けた。まだ浮くんじゃん。大丈夫ですか。うわ、大変。重そう。うわ、大変。重たい。挟まっちゃった。はい、大丈夫。うわ、重い。シュン、足気をつけて。足気をつけてくださいね。踏まれると痛いですよ。なんでしてんの。あ、浮いた浮いた浮いた。少し狭いから。あ、でも大丈夫で、はい、あのコースっていうかちゃんと進んでるって感じ。あ、そうか。うわ。はい、ありがとうございます。できるだけ頑張って。あ、分かんなかった。もう。じゃあこちらで。本当に今吹いてんの。はい、お疲れ様です。お願いします。まあ、ちょっと着いた。全然さ、そう、文教みたいにね。あ、万華鏡？まだ火を吹かないとか。はい、すみません、お待たせいたしました。出て大丈夫。奥の方にちょっと詰めていただきます。奥詰めてください。もうちょっと奥の方へ。こちらへ回っていただけますか。降りる方はいないです。じゃあ降りてください。大丈夫。すいません、降りてください。はい、申し訳なかったです。すいません、降りちゃってください。ありがとうございました。先乗っていただいてから。いい、降りちゃってください。大丈夫。こっちこっち。いっぱい乗る。
なんか揺れてる感じがする。競技気球が飛行し、競技が無事に終了いたしました。そして今会場内では、今話題の、タクシーのニューバルーン、ビートたけしさんがデザインしたたけしバルーンと、それからエアービーゴ、タコ、丸エモの4機が、熱気球の係留を行い、皆様方に体験搭乗をお楽しみいただきました。もうすでに体験搭乗の受付も締め切らさせていただきましたので、ご了承ください。この後、この会場内での、サクバルーンフェスティバルのイベントは、この渓流、すべての方が体験搭乗が終わりましたらば、気球の方は回収させていただきます。そして、11時から、こちらの広場で、最後のイベントですね、熱気球教室、本物の気球を皆さんと一緒に力を合わせて立ち上げる体験